スリープフリークス講師の山本です。今回は音の長さとベロシティの調整の実践編ということでご説明していきます。これまでにサスティンペダルやベロシティなどについて編集を行いましょうとお伝えしてきました。基本的には鍵盤初心者の方にピアノアレンジを積極的に行っていただくための動画ですので、鉛筆ツールを使っての打ち込み主体で説明させていただいておりましたが、今回は実際にリアルタイムレコーディングされたデータを見ていただくことで、ピアノを演奏した時のミディデータの形をイメージしていただければと思います。また今回は実際にピアノアレンジされて演奏されているバッハ作曲の主よ人の望みの喜びよの冒頭部分を演奏してみました。いろいろなところで耳にする楽曲だと思いますので、実際にその楽曲を演奏されたミディデータがどのような風に見えてくるかを確認しながら聞いてみてください。はい、それぞれの音が鳴るタイミング、強さ、そしてサスティンペダルを踏んでいるタイミング、すべてミディデータとして記録されましたね。実際にピアノを演奏すると、このようなデータで入ることが多いと思います。ではここで一番最初を拡大してみたいと思います。このようにクリックを聞きながら演奏したレコーディングデータも、なかなかグリッドにぴったりと合ってはいないですね。今回私が演奏したデータは少しずつ前に出てしまっています。ではここから実際に鉛筆ツールで打ち込むときに、このような生演奏のミディデータに近づけるにはどのような打ち込みの方法があるのかというのを紹介していきます。ではまず全体的にグリッドより少し前に入力されてしまっている全ての音をグリッドに合わせていきたいと思います。この場合、すべてのノートを選択してショートカットキー Q を押すとグリッドにぴったりと合います。ただこのようにしてしまいますと人間らしさが失われてしまいますね。せっかく演奏しましたので、人間らしいズレを残しつつグリッドにもう少しだけ合わせていきたいと思います。その場合はどのようにしたらいいかと言いますと、まず一度先ほどの状態に戻します。この状態から感度指定クオンタイズというものを使いたいと思います。こちらの感度指定クオンタイズのモードをオンにします。またここでパーセンテージを決めれるのですが、最も近いグリッドに確実に吸い付くのではなくて、ある程度緩やかにクオンタイズがかけられるという設定になります。ではこの感度指定クオンタイズモード、IQ モードがオンになっている状態でクオンタイズをかけてみます。はい、少し動いたのが見て分かっていただけましたでしょうか。一部を拡大して見てみましょう。このようにしますと、まだ若干はずれていますが、ちょうど人間らしいズレとして表現できそうですよね。このようにして実際に人間が演奏したデータでも後々ミディデータ上で編集をかけることがあります。グリッドにぴったり合っていない人間らしい揺らぎを持ったミディデータというものを作成することができました。鉛筆ツールでの打ち込みが行いたいという場合はですね、感度指定クオンタイズの他にクオンタイズのランダム化というものを使うこともできます。一度お見せしますね。例えばこの前半の GAB と打ち込まれている部分、この部分を一度鉛筆ツールで打ち込み直してみます。このようにしますと、現在スナップがオンになっていますので、今打ち込んだこれら3つの音はグリッドにぴったりと合っています。この鉛筆ツールで打ち込んだ3つのデータも同じようにグリッドにぴったりと合っているのではなくて、少しずつばらけさせたいというような時には、またクオンタイズパネルの中から、今度はランダム化というものを選ぶことができます。こちらは設定したティック数の中でクオンタイズをランダム化することができます。それではランダム化10ティックスという設定を行った上で、この選択されている3つの音に対してクオンタイズをかけていきたいと思います。
注目してみてください。はい、このように今少しノートが動いたのがお分かりいただけましたでしょうか。鉛筆ツールで実際に打ち込んでいった際にでも、このように人間らしい揺らぎを加えたいと思った場合は、楽曲のテンポにもよりますが、少し幅を持たせてランダム化することによって、人間らしい音のばらつきを演出することもできます。では、音のタイミングについては、鉛筆ツールを使った時にでも生演奏に近づける方法をご紹介させていただきましたが、次に見ていきたいのは音の長さです。例えば、下半分。今選択した部分が左手で演奏しているパートになります。右手で演奏している上半分を一度ミュートにしてみます。では再生してみます。このように音と音はつながって演奏されていますが、MIDI データ上では音が切れていますね。これは演奏する際にこの音を演奏してから次の音を演奏するまでに一度手が鍵盤から離れているため伸ばし続けられないということなんですね。その部分をサスティンペダルで音を伸ばしながら演奏しているということになります。ではサスティンペダルのデータもオフにして聞いてみるとどのように演奏しているでしょうか。全く別の楽曲のようになってしまいますね。ただし実際に演奏した場合にはサスティンペダルが必須のような楽曲も、鉛筆ツールを使うとサスティンペダルの代わりにそれぞれの音を伸ばすことで解決できることがあります。では前半部分をサスティンのパラメータを使わずに MIDI のデュレーションをその音符分しっかり伸ばすということで打ち込んでみました。これで一度聞いてみましょう。はい、このようにするとサスティンペダルを踏んだ時と同じような聞こえ方がします。ただ前回までにもお伝えしましたように、サスティンペダルのパラメーターがオンになっている時に音色が変わるソフトシンセも販売されています。そのような音源を使用されている場合にはサスティンペダルのパラメーターを打ち込む方が良いでしょう。その方がより生演奏に近い響きを得ることができると思います。では次にベロシティについて見ていきたいと思います。割とリラックスして弾きました。そのように弾いた時のベロシティに注目してみたいと思います。今色分けがベロシティでされていますので、強い音は赤く、また弱い音は青く表示されていきます。このようにベロシティに波ができていますね。これは一音一音がバラバラの強さで演奏されているということになります。ではどのくらいの値で打ち込まれていることになっているのでしょうか。一番最初の音を一度確認してみましょう。はい、この一番低い G という音、この音はベロシティ78という値で打ち込まれています。オクターブ上の G の音は少し強めの86という強さで打ち込まれています。これは左手で演奏した時に下の G の音を小指で、上の G の音を親指で弾くことになるのですが、親指の方が若干力が強いのでしょうかね。少し強めに演奏されていることになってます。2回目のベロシティの動画ではだいたい80あたりのベロシティで打ち込んでいくのがいいかもしれませんとお伝えさせていただきました。リラックスした状態で弾くと、私が演奏している MIDI キーボードではだいたいベロシティ80ぐらいの値で録音されます。このあたりは演奏しているプレイヤー自身や使用している MIDI 鍵盤によって録音後データとして見えてくるベロシティの値は様々だと思います。一般的には80あたりがリラックスして弾いた時のベロシティだと思いますが、一概にそれが正しいとは言えません。
このように実際に演奏していくと、ピアノのベロシティには決まった形というのを見つけるのは難しそうです。これは片手で指が5本ありますので、全部で10本の指を均等の強さで演奏することがとても難しいからです。もちろん上手なピアノプレイヤーほど全ての指が均等に動くように日々トレーニングを行っています。ただピアノのベロシティ付けに関してはあまり細かく気にせずに、まずは一つ一つの音のベロシティをバラバラにするということだけでも注意していただければと思います。ではこのようなベロシティ付けを鉛筆ツールで打ち込んでいった時に表現する方法を最後にお伝えしておこうと思います。まず全ての音のベロシティを80に統一してみましょう。鉛筆ツールで打ち込んでいった時にはベロシティはこのように一定の値になっていますよね。MIDI メニューの中からロジカルプリセット、スタンダードセット1のランダムベロシティを使うといいかもしれません。一度有効にしてみますと、はい、このように60から100のベロシティの値でバラバラにベロシティが設定されました。ここからですね、2回目の動画でお伝えしたようにスケーリングを使って狭めたり比率を変えたりなどしていくと簡単にバラバラなベロシティを設定することができます。今使ったロジカルエディターのロジカルプリセットの中身を見てみましょう。普段あまり目にすることのないロジカルエディターかもしれませんが、使いこなせるととても便利です。このように条件を決めて、その条件に当てはまるノートに対する操作を設定します。このように設定しておくと、ベロシティを60から100の間でランダムで編集する操作が一括で行えてしまいます。このパラメータ1とパラメータ2の値を変えれば、さらに細かいランダムの設定もできると思います。このようにして、鉛筆ツールを掴んで打ち込んでいても、生演奏のようなベロシティの表情付けを簡単に行うことができます。あまりベロシティの値がいくつというのにこだわらずに、聴感上機械っぽさが出ないなというところでベロシティを設定していただければいいかと思います。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。PC の方はスリープリークスのロゴをクリック。スマートフォン、タブレットの方は動画の下、チャンネル登録をタップしてください。